こんにちは。心配されていたことなんですけども、FTX の破綻で、FTX ジャパン法人も、まあ、ちょっとお金が返せないということらしいですね。一時期はなんかお金があるみたいなことを噂されてもいましたけども、結局は全然足りないということで、FTX という会社自体そのものを販売して、その販売益でもって被害者の救済に充てるということですけども、さあ、さすがにね、FTX、現金で買うところがありますかね。まあ、あるとしたら、まあないですよね。なかなか難しいんじゃないですか。いやでもね、暗号通貨の交換業を独自にやろうと思ったところは、こういう会社をパクッと買うという手もあるかなと思いますけども、まあでもね、いろいろと面倒ですからね、ここはね。まあこれを機会に、FTX は日本から姿を消すのかということもありますし、事業継承補助金っていうのがありまして、こういった会社の事業を引き継ぐときに多分使えると思うんですけども、それでも上限1億ですからね。多分被害者救済のためにはとてつもない金額必要だと思いますんで、多分 FTX に、まあ、日本の法人これ入金されてることは全員でこう泣き寝入りということになってしまうのかなと思いますけどもね。どうでしょうかね。だからやっぱりこういうふうな新進系の会社に、まあなんて言うんですかね、取引を持ちかけるってことはリスクもはらんでるんで、チャンスが多いかって言うと別にないですからね、これね。だから冷静にその暗号通貨っていうのを余剰資金の中の余剰資金で見ていかないと、まあ、生涯にわたって後遺症を残すんではなかろうかというふうな気がしますね。FTX ね、やっぱり危ないとこでしたね。financial.org もちょっとね、もう危ないとこでしたけどもね。危ないことだらけですよ、もう。だから暗号通貨はやめたほうがいい。やめたほうがいいですよ。いってらっしゃい。